このお話をしてくださっている斉藤ひとりさんは、ご存知の方も多いと思いますが、高額納税で12年連続ベスト10を果たし、日本新記録を打ち立てた方です。そのうち2回は日本一に輝きました。また納税の発表が終わるまでに累計173億円を納め、それも日本新記録です。それと斉藤ひとりさんは、精神的な豊かさと経済的な豊かさを両立させるための著書を多数出版されています。この度は仕事とお金についての質問に答えてくれました。ではごゆっくりお聞きください。1、幸せになるのとお金持ちになるのは別のことと言われますが、お金がないと幸せになれないような気がします。お金がなくても幸せになれるのでしょうか？それはなれません。幸せとは何でしょうか？幸せっていうのはね、ある程度の生活に困らないぐらいのお金を持ってて、それで精神的にも楽しいことがいっぱいあるっていうのが幸せですから、お金がなくても幸せになれるとかってのは嘘ですよ。以上です。はい。2番、お金持ちになって幸せになれる人と不幸になる人の違いは何でしょうか？教えていただければ幸いです。それはね、お金持ちになっても幸せになれない人っていうのは感謝が足りないので、不平不満ばっかし言うの、ないものねだりで次から次といろんなことばっかり言ってるのね。だからもう結局精神的に未熟なんだな、子供だな。だから物事にいろんなことに感謝して、生きてることに感謝したりね、あの人に感謝したりこの人に感謝したりって、感謝が足んないっていうことですね。3番目です。お金はないけれど将来のことを心配しても仕方がないし、今を楽しく過ごすことが一番だと思って貯金もしていません。それでもいいのでしょうか？全然構わないよ、あんたの人生だからね。で、したくなったら500円でもいいからさ、すればいいんで、今する気がないんだから、俺が死なったってやんないし、あなたの人生だから、人生に間違いないからね、今楽しいって幸せだよ。じゃあこれ本当はした方がいいってこと？いや、する気になるなったらしな、だってする気ないんだから言ったってしないから。以上です。4番目、西に黄色のものを置くとお金持ちになるとか、黄色い財布を持っているとお金持ちになると聞きました。そういうお金持ちになることはやった方がいいのでしょうか？それで気が済むんだったらやりな。ただ現実的にはね、その財布買った分だけ貯金した方が確実にお金持ちにはなるよね。ただ気分を大切にしたいんでしょ、あなたは。だからなんとかグッズみたいのがあったら、それを買うよりその分貯金した方がお金持ちになるんだよ。で、向こうの人はそれ知ってるからね、それ売ってるんだからね。そうですね、向こうの方がちょっと頭いいかな、引っかかっちゃってるっていうことですね。英語で言うと、英語で言うとね、はい、6番目、トイレを掃除するとお金持ちになるという話も最近よく聞きますが、本当でしょうか？教えていただければ幸いです。本当だろうが嘘だろうが、トイレ掃除した方がいいね。トイレ汚いって良くないよね。衛生的にも良くないしね。で、それを前トイレ掃除したらいいよって教えてあげたらね、トイレばっかり掃除しててね、家汚い人がいるんだけど、部屋は綺麗な方がいいね、お金と関係ないね、それでなおかつ気分が良くなればお金も入ってくるかわかんないね、いいことはどっちにしろ損のないことはやった方がいいよ。いいことはね、で、いいことで損がない、これやった方が得だなっていうことはやった方がいいね。常識的にそのぐらいの常識持たないとお金って入ってこないよね。以上です。7番目、カードはあまり使わない方がいいそうですが、現金をたくさん持つのは不安です。それでもカードを使わない方がいいですか？お財布にはいつもいくらぐらい入れておけばいいのでしょうか？どっちでもいいよ。お財布の中にね、いっぱい入れてて危険を感じるほど金持ってんだったら幸せだよね。好きにした自分の、お金だからね。自分が1万円でもおっかないと思う人は5000円にすりゃいいしさ、100万円入れてても平気な人いるし。だからこれはお金って個人の器量の問題だからね、自分の思った通りしな、特にお金って人がああしなこうしなっていうもんじゃないからね、自分で判断する、お金で大人になるんだよね、よく言うんだけど、男は女で試せ、女はお金で試せっていうんだよね、どういう意味か知らないよ、昔からそうやって言うの。
自分で考えた方がいいよ。はい、男は何で試す？女で試す。女は金で試せって言うとね、なんか本性がすぐ出るらしいよ。なるほど、はい、8番、お金を粗末にしているとお金持ちにならないと聞いて、道に1円玉が落ちていたら拾うようにしています。これを続けていたらお金持ちになりますか？1円拾ったら1円お金持ちになるね。5円拾えば5円分お金持ちになるね。ただその後どう使うかで、あのお金持ちっていうのは貯めなきゃ絶対ならないんだよ。で貯めるって大変だし嫌でしょ。だって貯めるより買い物しちゃいたいんだよね。だから多分あなたたまんないと思うよ、うん、だって使う方が好きなんだからたまりようないんだよね。でもそしたら人生幸せだと思ってさ、あとお金って踏まれてたらかわいそうじゃない。使えるんだもんね。使えるものを踏まれてたらかわいそうだからさ、助けてあげるってあなたの優しい気持ちって神様喜ぶと思うよ。カバンだって踏まれてたらかわいそうだよ、ね、そうだよ。だって使えるもの踏まれてたらかわいそうだ。お金って踏まれてたってね、踏んづけられてたって1円は1円の価値あるしさね、そういうもんじゃない。以上です。はい、9番目、お札の向きをきちんと揃えてお財布に入れていたらお金持ちになれますか？そういう問題じゃない。お金ってさっきから言ってるように、あの収入より少なく使って残った分がたまるんで、うん、あのどこまで行ってもその話しかないんだよね。だけどたまってるとまた欲しいものも出てきちゃうじゃない、うん、ただお財布の中の お札ってね、あれ絵だと思ったらさ、逆さにかけてたらおかしいじゃない。裏返しにかけてもおかしいから、きちっとした方がいいよって。できちっとするような性格の人っていろんなことをきちっとしてくると自然とお金も貯まってくるよっていう、そういう意味で、うん、あのきちっとしてないと、なんていうの、家の中もぐちゃぐちゃしてたりするとね、同じようなものをいらないのにまた買ってきたりね。あのよく言うんだけど、あの貧乏人の家ってテレビやなんかでやるときともかくぐちゃぐちゃにさせて貧乏ったらしく、貧乏人の家って何もないんじゃないんだよ。貧乏な家の方がぐちゃ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 いろんなもんがあっていいところの家の方がスカッとしてるよっていう意味ね。だからあのお札って絵だと思ってさ、絵を逆さにかけたらおかしいじゃない。だからそのぐらいの程度のことで思ってて、でその程度のことでまたお金持ちになっちゃうって考えすごいよね。素晴らしい考えだよね。以上です、はい、10番目、お財布は2つ折りのものよりストレートタイプの方がいいと聞きました。本当でしょうか？もう何でもいい、もう好きなのかいな、あの、うん、何気分のいいの持ってるの、あなたの気分のいいの持ちな、ね。11、どうして人は働かなければならないのでしょうか？親が資産家だったら働かなくてもいいと思ってしまいます。働くことの意味を教えていただければ幸いです。あの働くっていうのはね、働くことが好きな人がいるの、で嫌いな人もいるんだよ。だから嫌いな人ってあのお金がなくても働かないんだよね。で資産家の家に生まれても働き者の人って働くんだよ。資産家の家に生まれてもあの働く必要がないんだって言っても働いてる人もいるんだよね。だからあの資産家との問題ではないんだよ。働き者か働き者じゃないかってだけのことでさ、で家が資産家で働き者じゃなかった場合は働かなくていいし、第一働かない、うん、いろんな理由つけてもいざとなったら病気になったって何してって働かないから、怠け者あの働かすと病気になっちゃうって言うんだよね。昔からだよ、俺が言ったんじゃないよ、昔の人が言ったので、働き者遊ばしとくと病気になっちゃうって言うんだよね。だからこの問題はその当人の資質だな、うん、あの環境の問題じゃないと思うよ。だから金があっても働き者は働く、お金がなくても怠け者は働かない、以上です。はい、働くことの意味の部分だって意味ったってなんだって、好きだ、本当は働くのが好きなんだよ。働いてる人はそれでもなかったら食えなくなっちゃうとかね、うん、そんなことで、で、あとは意味なんて後でくっつけて、ああ、だから旗を楽にする、旗を働くと旗が楽になるとかっていろいろ言ったって働かねえと働かないんだよ。で、俺みたくあのお金持ちでも仕事が好きで働いてる人もいるしさ、そうだね、佐賀ですね、佐賀だよ、うん、理屈は後でくっつけるんだよみんな。そうそう、働く必要なくてもどうしても働きたいってね、働いてる人もいるしね、あの働かなきゃいけないの女房働かして働かねえのもいるじゃない、
ます、ね、そういう人に働くのは旗が楽することだよなんて言ったって聞いてねえからですね、はい、12もうすぐ就職活動が始まります。やりたいことが見つからない場合、就職先はどうやって決めたらいいですか。やりたいことが見つかるまで入社しないでアルバイトをしていた方がいいですか。アドバイスをお願いいたします。これもね、自分の好きにした方がいいよ。アルバイトしたかったらアルバイトすりゃいいしね、家にいたきゃいりゃいいし、どうせこういうこと言ってる人ってのは俺がどんなアドバイスしちゃって聞かないの。結局ね、俺が言った中から気に入ったことがなきゃ一つも取らないし、100ぐらい話した中から一つぐらいピンセットで取ってね、自分の思い通りにするんだよ、ね、だから自分の思い通りにしな。それでこれ言っとくけど、やりたいことなんてほとんど見つからないよ。大概の大人やりたいこと見つけたんじゃないよ。やってるうちに見つかるんで、これから社会へ出るのに、社会の仕事が分かんないのに、やりたいこと分かんないなんて分かんないよ。せいぜい毎日見てたのテレビぐらいだろう。だから頭の中で浮かぶのは、男の子だったらサッカー選手になりたいとかさ、ね、女の子だったら女優になってさ、歌歌いたいとかさ、でそのぐらいしか浮かばないだろう。だけどそれって知らないからなんだよ。職業って山ほどあるんだよ。でそんなの自分がね、いやいいんだよ、あのサッカー選手になれるぐらい才能があったりさ、女優になれるぐらい顔が綺麗で歌がうまいとかっつうなら、そっち進めばいいけど、大概のもんはね、やりながらみんなめっけてんだよ、あの自分の道をね、だから、めっかんないからやらないって言ったらおそらく何もできないよ、以上です。はい、13番目、ひとりさんはどうして今の仕事をしようと思われたのですか。教えていただければ幸いです。流れだね。だから結局人って流れみたいのがあるんだよ。でその流れにさ逆らわずに行くとね、だから自然に就職が決まったりとかね、呼ばれていくんだよ。仕事っていうのは自分が選んだようだけど仕事に選ばれてんの。でそのうちだんだんそんなことも分かってくると思うよ。以上です。はい、14番目、宝くじを買って人生一発逆転を考えるのは良くないことですか。生活費の心配がなければボランティアで世の中のために働けます。そのためにも宝くじ当てたいと思いますが、宝くじは買わない方がいいのでしょうか。当たるといいよね、本当にね、本当に頑張ってさ、あれまあ頑張るっても当たんねえけどさ、当たるやつは頑張らなくても当たるしな。でそれを当ててボランティアしたいんだ、すごいね。じゃあ働いてボランティアやなんだよな、働かないで宝くじを一発当ててボランティアしたいんだよね、当たるといいね。じゃあ次です、はい、15番目、私は商店街のくじ引きでもティッシュしかもらったことがありません。会社の忘年会のビンゴでも当たったことがありません。もちろん宝くじも当たりません。くじ運が悪いと人生の運も悪いのでしょうか。そんなことは全然ないよ。俺もしょっちゅうティッシュ組だから、あの別にあのほらティッシュのお箱もらおうが何しようがさ、大した問題じゃないよ。それよりもなんつうの、あの働き者が一番だな、うん、あの運がいいより働き者に生まれることが一番だよ。地道が一番ね。そうすれば自分で働けばさ、ね、ハワイ旅行が当たったって当たんなくたって言ってる人いっぱいいるんだから、ね、そうだ、うん、やっぱしね、働き者が一番だね。以上です。はい、生まれつき金運のいい悪いはあるのでしょうか。お金持ちになれる人となれない人は運命で決まっているのでしょうか。うん、ある程度決まってるな、これは。例えばね、よくあのお金持ちになりたいって人いるのね。あのその人がよほどの才能があるかね、よほど努力家なら大金持ちとか目指した方がいいけど、普通自分が普通だと思ったら普通の中で幸せになること考えた方がいいよ。あの億万長者になりたいとか思わない方がいいよ、大変だから。いや根が備わっちゃってる人がいるの。どうしても努力家って努力したいからね、人の10倍努力してもくさぶれないの、こういうふうに生まれちゃってるから。あとすっごいアイデアがボンボン出る人もいるの。だけどアイデアもそんなに出ないし、努力もそんなにね、あのびっくりするほどの努力とかしたくないんだとしたら、普通に生きた方が絶対得だよ。でその中から幸せになりなって神様が言ってるんだから、その中から幸せになった方が絶対得だよ。以上です。17
お金持ちになれる人の外見の特徴はありますでしょうか。顔、形、表情、服装など、どのような特徴か教えていただければ幸いです。夏は見分けづらいんだよね。慣れてくれば見分けられるんだけど、ともかくね、お金持ちになれない人、お金のない人って、ともかく寒そうな格好してるの。見てごらん、今度。で、家に着るもんがないんじゃないんだよ。ともかく寒そうな格好してるのが好き。それが特徴かな。だから彼氏に会うときに寒そうな格好してたら、これは金持てないぞと思った方がいいよ。以上です。18。お金に苦労する人相というものはありますでしょうか。どのような人相か教えていただければ幸いです。また、そういう人相の人がお金に苦労しなくなるためのアドバイスをいただければ幸いです。これさっきの話と同じなんだけどね、寒そうな格好しててね、顔はね、寒そうにかさついてんの。なんていうの、潤いがないっつうかな。寒いとこ肌カサカサするじゃん。要するに着てるもんも顔も寒そうなんだよ。だからね、冬場は見分けやすいよ。夏場になってくるとね、今度小汚い格好してんだよな。そうそう、雑巾みたいなの着てたりさ。まあ慣れりゃ分かるよ。分かんないのは自分だけだと思うよ。まあ、雑巾みたいにしたらちょっとあれだけどね、まあ、雑巾って言っちゃいけないんだけど、色の話だよ俺が言ってんの。なんつうの、ともかく地味くせー色してんだよ。だって同じ値段でさ、今さ、ね、ブルーでもピンクでもいろんな色売ってるじゃない。それをね、このなんかこうね、分かる、新品でも古いような色のを買ってくるんだな。特徴だから見上げてる、そういう人と結婚しないこと、それからあんたがそうなんないことだな。はい。19。チャンスに恵まれる方法ありますでしょうか。教えていただければ幸いです。チャンスってしょっちゅうチャンスなんだよ。例えば、用意ができた時チャンスは来るんだよね。だから簡単なこと言うと、そのなんていうのかな、暇な時ね、どんな勉強するかっていうと、例えば、自分家が野菜関係だとするじゃない。会社がね、魚関係なら魚、要するに会社の役に立つかのことかなんか勉強してんならいいんだよ。それを全然外国も何も関係、会社がしてないとするじゃない。それなのに英語習いに行ってますとかって、何のために行ってんのって言うとさ、自分がハワイかなんか遊び行こうとしてんだよね。だから会社の役にも立たないことを勉強してて、チャンス来ますかねって、そんな来るわけないよね。ね、例えば自分もコンピューターやろうとかっていう、そのコンピューターやと、こう、まあ、コンピューターできる人が会社にいたら得だな。ね、だ会社のために一丁覚えようかってならいいの。自分を高く売りつけるために覚えたってしょうがねえんだよな。で、その高く売りつけるために覚えたやつってのは、自分しか分かんないように変なキーワードつけてみたりね、自分が辞めたら困るようにしてやろうとかって、根がケチくさいんだよ、ね、それよりもな、俺がこれ覚えたら同僚が助かるだろうなとか、会社助かるだろうなっていう人であったら、いくらでもチャンスが来るんだよ。で、会社が英語も何もしてないのに英語言ってますって、あんた自分のためやってんでしょって、ね、誰かの役に立って人はチャンスをくれるんだよ。人の役にも立たないでチャンスが来ないんです。来るわけねえじゃないか、そんなもん。店屋だってなんだ、あんたが食いに行く店屋だってそうでしょ。お客のためにおいしいもの作ろうとしてからあんただって通っていくんでしょ、ね、客のことなんかどうでもいいんだ、儲かるいいんだってろくでもでも食わしてたら、あんた誰行かないよね。で、世の中って本当に道理でできてんだよ。簡単な道理なので、道理を外してね、お金の話さっきからしてるけど、お金だって稼いだ以上に使っちゃったらなくなっちゃうし、借金になっちゃうんだよ。それをね、黄色い財布持ったらなんとかなりますかって、いろんなこと言うけど、世の中少し道理考えた方がいいよ。で、そのぐらいの道理知ってるから金持ちになれんだよ。ちなみに、うちの社長たちの中で黄色い財布持ってる人は一人もいない。いないよ。本当に、以上です、はい、20番。お金持ちになるためには人に好かれなくてはいけないでしょうか。いや、金貸しみたいで嫌われてても金持ってるのいるんだよ。あと、一昔前の不動産屋とかで土地かなんか買っててさ、値上がりしてね、えばってて嫌われてるやつもいっぱいいるから、ただ人生の成功者にはなれない。だって嫌われてて成功ってのはないからな。
だけど稀に嫌われててもお金持ってるやつとかいるよ。うん。だからそれは絶対慣れないことはない。だけどこれからなんていうのか、商売の時代になってきたら商売は無理だよ。嫌われてて、だから嫌われててもなんとかなるのは金貸しか、なんか投資してるとかな、株に投資して人に合わない仕事、うん、これならいけるか分かんない。だからこういうこと聞くってことはあれかな、自分が嫌われてる性格なのかな。以上です。21、今は貯金をしても低金利ですので、お金を貯めるためには株や金融商品に投資した方がいいと思っています。株や金融商品に投資